失礼しました。ごめんなさい。音をちょっと消しておきます。要は2つ3時から5時にかけて、生活保護と、地方自治法のですね、特に、NHK の受信料の時効であったりとか、あとはスクランブル、うちの党のスクランブルの、やり方というか一つの方法についてちょっとお話をしていきたいと思います。で、できるだけ、これはもうざっくばらんに、なぜこの講師が出てない立場が偉そうに国会議員になって YouTube で法律のことを語ってやってるかっていうのは相当多くの人が、興味を持ってると思うので、なぜここまで調べてきたのか、僕のその勉強方法みたいなのについてもちょっとお話をしていきながらと思ってます。質問があればその場その場で分からなければ LINE じゃないや、Zoom の人も言ってください。よく分からない、法律があまりよく分かってない人向けの今日はお時間になりますのでよろしくお願いします。で、まず生活保護って何ですかっていうところなんですけど、もちろんウィキペディアとか調べればいろんな解説が出てくるので、生活保護っていうのは、病気や怪我、高齢によって働けない人が、国からいわゆる税金でお金をもらって生活をしていくっていうシンプルなことなんですが、そういうとなんかこの世の中の落ちこぼれの人みたいなイメージが出るんですけど、これは決してそうじゃない。で、生活保護制度があるから今ここに立花隆がいるっていうことはもう胸を張っています、っていうのは、まず生活保護っていうのはね、挑戦をしようというチャレンジャーが安心してチャレンジできる制度であるっていうことを、皆さんここを全然間違ってほしくない。だから僕が NHK を辞めるときに NHK のお給料をもらえなくなったら家族も養えないっていうことをやっぱり考えるわけですよ。でも最悪生活保護があるから子どもたちがのたれ死にしないとか、自分も死ぬことはないなっていうところからスタートしているので、決してその後ろ向きの制度というよりも、生活保護をもらってる人だけがこの恩恵を受けてるわけじゃない。いつでもこの国は生活保護がもらえるからチャレンジしていいんだ。特に起業ですよね。いわゆるビジネスを始めようとか、お店を開こうとか、僕のように政治家やるとか YouTuber やるとか、そういう人が実は安心して挑戦できるための心の安定剤みたいな、それが生活保護だっていう僕は認識で、皆さんにもそういうちょっと認識を持ってほしいなっていうのが、今回生活保護問題をちょっと特に取り上げている一番の理由です。で、特にこのコロナ禍においてお店の経営者、もちろん、中小零細の方、もちろん大企業と契約しているいろんな方がですね、お仕事をなくなって、あるいは収入が減って自殺を考えたりというような状況の中で、生活保護は決して悪いものじゃない、それを受給することは悪いものじゃないっていうことを、ぜひうちの党としては広めていただきたい。昔はなんかもう生活保護イコールなんかろくに仕事もせずにっていうイメージがすごくあったとは思いますし、結構それぞれの地域とかで生活保護をもらっている人に対しての差別とか偏見みたいなのがあったとは思うんですが、今の時代はそういうのどんどん減ってきてると思いますし、僕個人的にはね、ろくに仕事もせずに離脱に対してはいいイメージは確かに持ってません。ただ持ってないとはいえ、そういう、性格で生まれてきてる人もやっぱりいるので、そこまで攻撃しようとは思わないし、うちの党にも生活保護をもらっている人が何人か、党というか、立候補した人の中にもいますし、この制度をしっかりと、まず所属議員の方に立候補予定されている方には、よく知っていただきたいっていうのが、生活保護に対して今回、焦点を当てた。で、これ正しく理解すると自殺者も減ると思います。やっぱり山本太郎さんなんかお金がこうなくなると、仕事がなくなると自殺するみたいな、まあ、その傾向があることは僕も否定しませんが、とにかく生活保護をもらえればいいっていうことについて知らないんですよね。メディア言わないでしょ。これ本来ね、コロナの影響によって生活保護を申請した人が増えたみたいなこと聞いたことないでしょ。生活保護の受給者が増えたって聞いたことないでしょ。一番実はそこなんですよ。失業率はでも聞きますけども、生活保護の受給者、受給世帯がどれぐらい増えたって出てこないのは、これは実は NHK も含めて意図的に生活保護っていうのを隠しています。 NHK の受信料も生活保護者からもらわないんですよ。だから生活保護の人が増えれば増えるほど NHK の受信料収入が減るという傾向にあって、これは僕 NHK の報道にいましたから、明らかに生活保護に対しての具体的な受給方法の説明をする番組とか作らないです。皆さん仕事がなくなったら職場に行ってください、ここは言うんですが、だからハローワークとかそういう言ってくださいって言うんですけども、本当に困ったら役所に行って生活保護をもらってください、その時に必要な書類はどうですとか、いわゆる親族の収入がどうであるとかっていうような番組って見たことないでしょ。やってないですよ、意図的に。 NHK ってそういうとこなんですよ。でもちろん政府もやりたくないし、市役所のおそらく、今日ね、本当は小川君に、船橋小川君に一番知ってるんで喋ってもらってなかったんですが、彼ちょっと法務委員会ということで、ただ小川君とはこの辺の話しょっちゅうというか、かなり熱い話っていうか深いところをさせてもらってるので、もちろん市長も嫌がるんですよ。生活保護をちなみに市で1人認定すると国が半分かな、で都道府県が4分の1で市区町村が4分の1、間違いないよね、負担しなきゃいけないとなってるんで、だからできるだけそれを受給させないようにしようという動きはやっぱりあるんです。でその時に出てくるのが、その民法877条1項に規定されている扶養義務ってやつです。あなたは確かに今お金がない、でもあなたの兄弟、あなたのお父さんお母さんお金あるんじゃないですかと結構やっぱり言うんですよね。これある意味まともな主張です。区役所、市役所の人からすれば、そのように規定があります。民法で扶養義務っていうのが謳われています。場合によっては3親等まで認められることがあります。で、こういうことを僕がそらそら語っているのは、日頃それを YouTube を見てるから、YouTube っていうか、ネットを見て勉強してるからです。もうネットを見て条文を見ます。で、条文を見て理解できないことは、例えば生活保護だったら、小川君とか詳しい人に聞く。ということで、日頃そうやって自分が疑問に感じたらそれを流すんじゃなくて、必ずそれを追求するということを、これも繰り返し癖つけてもらうしかないんですよね。で皆さんはあくまでも法律の専門家です。当選されてる議員さんはよく法律の専門家とかっていう言葉がありますが、これは、弁護士とか司法書士は確かに法律についての勉強をしてその資格試験にパスしてる人という意味では専門家ですが、皆さんは一方側です。法律を司るのが弁護士、法律を作るのが議員です。正確に言うと法律を作るのは国会議員ですが、法律とほぼ同等の効果がある条例を作るのは皆様のお仕事になりますので、その皆さんが法律のことを自分は素人だみたいな認識を持っている時点で大きな間違いですので、とにかく法律について、条例について、特に憲法から始まる法律、憲法、法律、で、省令が先、ごめんなさい、政令が先ですね、内閣府の政令で各省庁が作る省令ですね、その次が条例、都道府県の条例、そして市区町村の条例という順番で、法律の優劣っていうか、そのルール、法のルール、優劣っていうのもあります。で、そういうのを皆さんの方で勉強会を開いてくれというのであれば、講師を呼んできていくらでもやるので、とにかく議員になっている人は法律の専門家であるという自覚をしてください。議員になろうとしている人は、法律の専門家になるということも自覚をしておいてほしいということであります。で、生活保護と年金とかって疑問に持ったことあると思うんですけど、なんせさ、年金もらえなければ生活保護もらえるんですよ。だったら年金なんて払わなくてもいざとなったら生活保護って思ったことってないですか？てかそういうこと言ってくる人いるでしょ。で、僕もそう思ったんですよ。だってね、本当に収入がない時って僕もありましたよ。7年前とかはね。それこそ1日口座に1万円の入金があったらもう涙が出るぐらい嬉しい。もう町田の時がそうでしたから、まだ6年前とかそんなんでした。もう口座に視聴料が入ってなかったら生活できないっていうような時を経験してるので、そんな僕が国民年金1万6千数百円毎月払えるわけがないです。だからこれ払わなければ別に、まあいざとなったら生活ももらえばいいからっていうことで、その時にちなみに調べました。で、年金って昭和36年にできてるんです。終戦が昭和20年です。そこから16年後です。で、厚生年金といって、いわゆるお仕事をしてる人、サラリーマンが入る年金は、戦争する前の恩給から継続されてるんですね。だから厚生年金は、戦争前で、国民年金、いわゆる一次産業ですね、農業とか漁業とか、こういう人が、将来、収入が減った時に補助、収入の補助というか貯金の補助をするために国民年金という制度を作ったそうです。これが36年、昭和36年と聞いてます。で、生活保護は、ね、戦後にできていますので、生活保護が先なんですよ。生活保護制度っていうのは憲法25条に基づいて生活保護法っていうのが制定されているので、そういう意味では生活保護が先なので、そういう意味では年金はやっぱりある程度払わせて、年金って8万円ぐらいなんですよ、国民年金。生活保護って15万円ぐらいもらえるんですよ。だから年金もらえる人が生活保護になったとしても7万円の補助でいい、ざっくりと。だからできるだけ国としては国民年金に入らせておいてっていう思いはあると思います。でもこうやって知ってしまうと、年金なんか払わなくてもいざとなったら生活保護もらえばいいじゃんみたいな、ある意味ずるい考えというか、頭のいい人がそういうずるいことをするので、それを防ぐのがちなみにベーシックインカム。生活保護であろうがそうじゃなかろうが、最低限のお金を国民の皆さん全員一律に配るというのがちなみにベーシックインカムっていうルール制度だということで、大体生活保護と年金とベーシックインカムの関係っていうのをざっくりと説明しましたけど、ここまでで何かあります？質問とか意見。今日別に何か答えを導き出すものじゃない。この後皆さんどんなことをしてほしいかというところです。特にいいですか？ズームの方も。はい、もう本当ね、ざっくばらんなお勉強会なんで、こんな中でね、やっぱり生活保護を受けなきゃいけない人って今このコロナの影響によって相当出てきているので、とにかく皆さんにお願いしたい、特にコールセンターの方にお願いしたいのは、話を聞いてほしいっていう。これね、理屈じゃないんですよ。時間をかけてお話を聞いてあげるっていうか、聞いてあげるって上から目線なんですが、やっぱりね、特に知識のない方ってこう直接「いや大丈夫です、法律は守られてます、もう生活もらっていいです」みたいなの好きき放すと逆に不安を感じるんですよ。やっぱり知識の乏しい方って法律詳しくない方って繰り返し同じことをもう10回でも20回でも言ってあげる方が安心ができて、で最後にいざとなったら私が我が党がお守りしますみたいな形にしないと、あまり短時間で説得しようとするとっていうか、安心してもらおうとすると逆に不安を与えてしまいます。だからまあ僕の場合は時間をかけてお話を聞く立場じゃないというか、忙しい時間があるので、僕が直接その生活保護の話とかいろんな相談はもちろんこれまで通り受けますけども、どうしても立ち花につなぐと早く切られる恐れがあるっていうことは皆さん知っておいてほしい。逆に皆さんの中で、ゆっくりと話を、ね、聞くぐらいはある。僕も時間があるときは聞いてます、例えば今日もね、いろんな電話聞いてます。今日も例えば一つ、ジャニーズさんのね、性的被害を受けた人の被害者の会を作ってくれないかであったり、ある種の参拝業者っていうか、参拝というか事業者のゴミをね、有料で回収して、その有料で回収したゴミを無料の市民が無料で使うトラックに乗せ替えて、それを市の廃棄物処理場に持っていくと、この事業所の産廃を集めてる業者がすごく儲かると。その乗せ替えてるところのビデオとかも撮ってますと、市に言っても改善してくれない、半年間ほったらかしたということで、こういうものについては明後日から直接その市に行って、僕もそれを直接もビデオ見ながらね、やろうと思ってます。もうね、それ以外に今日も別の案件来てます。全然ね、僕とこにだから、振ってもらえるものは振ってもらえればいいですし、僕とこにも直接来て、特に受信料の問題をコールセンターに突き戻してますけども、さっきコールセンター聞いてくれと、簡単なことがね。ただ、言いたいのは、皆さんにお願いしたいのは、ゆっくり時間かけて、聞ける時間を聞いてあげてほしいっていうことです。最近児童相談所の話ともめっちゃ来るんですよね。子供連れて行かれた児童相談所の話と子供の連れ去り、奥さんによる子供の連れ去り、これもめっちゃ来る。でね、ちょっとこれは奥さんによる子供の連れ去りについては党の何かマニフェストに入れてもいいのかなっていうぐらい来ます。やっぱりこの国ってお母さんが子供を連れ去ると裁判所はお父さんの方に戻せという判決を下さない国なので、僕も最初これ、それはもうお母に任しときよみたいな感じだったんですけど、あまりにも多いのでちょっとここは党のマニフェストに入れてもいいのかなというぐらいのレベルの相談は来てます。それと話が前後して申し訳ないんですが、我々は NHK から国民を守るということを絶対のマニフェストとしてあげますが、それ以外のマニフェストについても上げていきます。消費税を 5% に戻せとかね。でその我々が上げたマニフェストに入ってこないものについては、直接民主主義を使うという形にもうすでに舵を切っておりますので、そこはちょっと自己承諾みたいになると思いますけど、要は NHK 問題以外は全部直接民主主義であると言ってたんですが、それはもうすでに統一地方、ごめんなさい、参議院の補欠選挙に消費税を 5% にするとかベーシックインカムっていうのを言い出してますので、そこについてはちゃんともうできるだけそれは今幹事長にお願いをしているところですけども、お願いしているとか幹事長にやってもらわなきゃいけないなと思ってるんですが、そういう党としてのいわゆる政策というか公約みたいなものを作って、そこに載っていないものについては直接民主主義であるという考えでいますので、で、話をちょっと生活保護の方に戻すと、とにかく我々としたらコロナでこれからもどんどん経済的に厳しくなる方が出てくるので、その方々に生活保護っていう制度があるっていうことをやっぱり周知してもらって。自殺をできるだけしないような抑制をしてもらいたいことと、当然これまでこの生活保護っていう分野にはやっぱり共産党と公明党は深く関わってきています。共産党と公明党、まあ、共産公明党だけじゃないって、あんまりそれを強調するのも確かによくないので、やっぱり市議会議員、区議会議員と大きく関わってます。市議会議員、区議会議員の紹介で、生活保護の申請に行くと、大体すんなり通るっていうことを聞いたことがあると思いますけど、これは事実です。これは事実です。なぜかというと、根拠があって、陳情と請願って違い分かりますよね。陳情というのは、一般市民が議会に対して、これをしてください、あれをしてくださいというお願いをすることです。請願というのは、一般市民がまず議員に対してお願いをして、議員がそれに1人以上の議員が署名をして、一般市民と議員が一緒に議会に、陳情するというか、お願い事をすることを請願と言います。だから、市や区によっては、陳情は受けないみたいな、受けるけども、議論をしないという市もあると思います。で、請願は多分どこも全部やるでしょう。だって自分のところの議員が、署名してるわけだからね。だからそれと同じように議員が市民と一緒に市役所に訪れてこの人に生活保護出してあげてくださいよって言ったらまあ通るっちゅうことですよ。ほど変なことはない限りね。まあもちろんその申請してる人が嘘ついてらっしゃるダメですよ。ただ例えばよく市役所で断るのはやっぱりお兄さんがすごくお金持ってるとかね、次長課長の河本さんがめちゃくちゃ責められた人、お母さんが生活をもらってて子供さんめちゃくちゃ芸能界で稼いでるのにみたいな。でああいうのってちょっとねやっぱりその市役所の担当者のちょっとやっぱり何だろうな嫌がらせみたいなのもあるかないか自体があるようなんですよ。まあそれはね役所の窓口の人だって人間ですからこいつうざいなと思ったらいろんなことを言って生活を受けさせないみたいなことはやっぱりどうもあるようです。特にこの間もそうなかったのは引っ越しをしたいけどさせてもらえないみたいなのも結構あるみたいな。これは憲法で居住の自由も認められてるので生活保護の人も引っ越ししたいというのは認めなきゃいけないんですよ。でも感覚的にダメですよ。普通に考えたら仕事もしてない人が何で家変わらなかったみたいな。だからそういう意味ではまあいろんな現場では法律と違うような動きがされているので皆さんの受け持ちの私服関係なくそういうお話があって、我々議員が行った方がいい場合については、皆さんが行ってこれはなり僕に直で相談いただければと思います。それぐらいちょっとそのね生活保護については本当に生きるか死ぬかっていうところの相談事なのでそこについては積極的に関わっていただきたい。だからまあこの話もこれ以上あまり長くするネタもないので、まあ、うちには、小川君という生活保護をずっと船橋市で、その担当してた強力なその道の現場を知ってる人間もいれば当然まだ読んだら来てくれる。厚生労働省とかいつでもうちの厚生労働省のうちっていうか、まあ、厚生労働省に言って講演してくれみたいなことをお願いすればおそらくすぐにうちの議員がその分であれば来てくれるっていうのもありますし、まあ、その講演するよりも直接ね市区町村に連絡したり都道府県あんまり影響しないと思うんですけど厚生労働省の窓口に皆さん議員の名前使って、とか党の名前使って聞いてもらえればいろいろ勉強できると思います。あとうちの顧問弁護士も複数おりますので、勉強したいっていう方はいつでもどんどん生活保護についてはぜひ勉強していただきたい。で最後にこの生活保護のパートで言えば外国人の生活保護費についてこれちょっと色と間違った情報っていうか正しくない情報がいっぱい出てると思うので、僕の知る情報についてお話しすると、まあ、日本の最高裁判所は外国人これは永住権を持っている方についても、生活保護費の対象ではないという判決がされています。ちょっとびっくりしません。生活保護費払いませんって言ってます。でも外国人に生活保護費払うなって言ってる人いっぱいいるじゃないですか。桜井誠君であったりとか、鈴木伸之さんかな。でこれが、厚生労働省通達っていうのがあって、いわゆるね、ちょっと法律の名前忘れましたけど、国際的な、まあ、いわゆる人道的なものですね。で支給しろというのが出てます。要は生活保護法の該当にはないんだけども、でもその人たちに生活保護費と同等額を、まあ、これだから生活保護費と同等額を支給しようとなっているそうです。というはずです。ちょっと僕も、小川さんから聞いた話が間違ってるかもしれませんが、要はそれを支給しないとその人たちがのたれ死んでしまうわけでしょう。でその人たちがのたれ死ぬということはつまり治安が乱れるっていうことですよね。そのまま黙って死んでいくわけじゃないから、強盗したりとか犯罪をしたりっていう可能性があるっていうのもあるし、まあ日本はそういう国際的に、豊かな国でもあるからそういうのをやるべきだみたいなことで厚生労働省の通達でやってると僕は聞いていますし、そういう意味では生活保護費じゃなくて生活保護費と同額の、支援を法律上の根拠なくやってるみたいなのが正しいことかな。っていうのをちょっと外国人の生活保護についてはそういう僕は認識ですが、これも皆さんの知ってでもし疑問があるとちょっと調べてみてください。だから正確に言うと生活保護費は払われてないんですよ。ただ生活保護費と同じ金額が払われてて同じ対応を受けてるので実質上は生活保護外国人の人ももらってるっていうことは全然間違ってはないと思うし、永住権を持ってる日本にお住まいの外国籍の方っていうのは、それこそ75年前に終わった戦争のいろんな結果によってなので、ここはうちの党としたらそこについて何か言及しようという気はありません。各個人の議員さんにこういう定者がどう思うのかはもちろん自由ですけども。てな感じで生活保護、だから特にコールセンターの方にかかってきて対処できない場合は議員に相談していただくなり、僕の方に全然相談してもらえれば大丈夫ですので、特にゆっくりお話を聞いてあげてほしいっていうのが受信料の問題もそうですけど、僕はもう今ね生意気にも党政党の代表っていうことでそんなに時間ないからできること多いんですけど、やっぱりね話聞いてほしいんですよ。やっぱり心が傷ついてる人って話を聞いてもらえれば時間とともに安心していくので、繰り返しやっぱり電話は聞いてあげてほしいなっていうのがお願いです。生活保護のところは以上ですが、何かあります？次は地方自治法の方で話をしたいんですが、いいですか？後からでもいいです。で、ちょっと予定ではなかったんですが、生活保護とその時間かからないと思ったんで、地方自治法の99条について、こういうのって皆さんどんどん勉強していってほしいんですが、地方自治法の99条、普通地方公共団体の議会はこれだから主語は議会なんですよ。市じゃないんですよ。まずね、ここをちょっと間違わないでくださいね。皆さんの所属している例えば八千代市だったら八千代市の市議会になりますので、そこの長というのは議長になります。市長というのはね、議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができる。このね、地方自治法の99条っていうのは多分皆さんも審議したことがあると思うので、でこれここで NHK の問題をちょっと扱ってほしいっていうのがちょっと今回の願いなんですが、特に今浜田議員にも放送法に時効を盛り込んでくれと直接ね。でこれ僕船橋でやったんですけど、共産党の反対で否決されてしまいました。共産党の反対というか、反対、討論したのは共産党だけでしたけど、多数決で自民党の一部の人の賛成のみで否決というのが船橋での結果でありますが、具体的なやり方について話をした方がいいと思マジで、これうちの議員で誰だよ、大橋君もやったことある、意見書ってやったことあると思う。お、すごいね、宮本、どんなことやった、自分でやった、ちょっと具体的に教えてください。いや、ただ僕は沖縄のことばっかり。いやいや、いいね、どんなことした。僕がやったのは、沖縄のね、辺野古のことばっかりです。で、それを、まあ、意見書作って、登壇して。宮城君が意見書を作ったの、私です。で、12分の1以上でしょう。ただ、うちは、総務一回、そもそも、野党の多いんですね。うん、それで、そこに付託されてくるものとかも、大体、その、まあ、委員長が公明党、で、副委員長が自民党だったりして、結局その多数決に入れるのが野党の多いんですよ。それで委員会では採択されちゃうんですね。それで、意見書の方で自分で作る方よ、市民からこれじゃなくて。ということは、まず最初に議案として出すのに12分の1いるんじゃないの？いります。それを出さないと総務委員会にかけれないでしょ。そうです。それはどうやって会派に入ってる？入ってる。だから会派に入ってると、いわゆるそういうことです。いろいろそういう根回しができる。そこから説明してほしい。ああ、そう。だから会派に入ってない人っていうのは、ちなみに何人議会の何人会派？30人の議員がいる中で4人の会派。30人で4人だから12分の1を超してるっていうことね。だから30人の議会の場合は12分の1以上なので、単純に3人か。だよね。30割る12なので 2.5 ぐらいになるので、3人以上のまず最初に同意がないと意見書を議会に提出することができない。これがね、ちなみに地方自治法の112条に書いてます。それで1人の人っていうのは、まあ、そういうことをやりたい人はいると思うんですけど、現実的に結構厳しいと思うんですよ。厳しい会派入ってると、まあ、そこの会派の人は基本的には賛成してくれるのと、あと、まあ、基本的には4人もいますから、まあ、それなりにこう他の会派でやってくれるので、まあ、そこが強いです。だから一人の人は大体これのことってのは多いと思うので。そうだね。だからそういう意味ではね、会派に入ってもらうっていうのは、実はこういうメリットがあるっていうことです。ただもちろんこれは会派に入ったからといって、いや、そんなのやりたくないよ。会派内の多数派工作できないとできないので、まあ、いずれにしても会派に入ろうが入らないが12分の1集めてもらわないとできない。でもっと泥臭い話をすると、俺船橋です。50人議会に50人議会で3人会派にいたんですが、50人いると50割る12なので 4.7 なんで5人いるんですよ。で、僕は3人会派にいたのでダメなんですよ。で、その時に何を条件にやったかというと、議長の指名です。議長投票か。各市議会、区議会、議長って1年ごと、あるいは2年ごとに変えるでしょ。だから議長選とかがぶつかってたら、どっちかの議長に入れてあげるから、この意見書に賛同してくれみたいな、まあ、この辺が法律にネットには載ってないやり方です。ちなみにだから、まず意見書を議会に上呈しなきゃいけない。議会で総務委員会なり、まあ、もちろん最初は本会議に上呈されて、各委員会に付託されるわけですけど、やり方としては、とにかくやってほしい。今、とりあえず僕がやってほしいのは受信料の時効。で、ちょっと今、やり方の方だけさっき言いましたけど、具体的にどんなことをしてほしいかっていうと、税金は、時効は、援用しなくていいんですよ。例えば国税、国のね、税金、国税通則法っていう法律がある。で、国税通則法の72条に国税の徴収権の消滅事項というのが出てます。で、こういうのも全部ネットで僕勝手に調べてます。誰かに聞いてるんじゃなくてすぐに出てきます。税金の事項みたいなや国税通達則法の72条の第2項に国税の徴収権の実行については、その援用を要せず、またその利益を放棄することができないものとする。これどういう意味かっていうと、要は税金に関しては援用しなくても勝手に、まあ、税金って3年5年6年7年ってあるんで時効はそれぞれバラバラなんですが、勝手に援用されちゃう。この法律をなぜ放送法は作らないんですかっていう疑問を感じませんかっていう。で、この国税通則法の第72条3号には、国税の徴収権の事項については、この説に別段の定めがあるものを除き民法の規定を準用するってなる。要はこの国税通則法と民法の関係で言えば、圧倒的に国税通則法の方が上なんですよ、法律って。法律ってね、優劣があるんですね。で、民法っていうのは一般法と言われて、ものすごい弱いんです。民法っていうのは一番法律の中で弱いと思ってください。これ有名な法律なんで、民法って強いと思ってる人多いかもしれないんですが、この民法が作られたのって明治時代なんですよ。フランスかイギリスかどっか、フランスかドイツかから来てるんですけど、日本の法律って。で、明治時代にヨーロッパからもらった法律を基本的に置いておいて、で、新たな法律を上から作っていくんですよ。で、前法後法って言って、前法は後法を排す、後法は前法を排す、後法は前法を優劣するっていう、後からできた法律は古い法律をどかしてしまうっていうことです。これ後法優劣論とかな、いろいろ後からできた法律は同じ法律があればそれを蹴散らすっていうのが優先、これはもうどこにも書いてないんですけど、裁判をすれば大橋君の第一審がそうやったよね、ワンセグ裁判だから、先にできてた放送法のその受信機を設置したものはっていうのに対して、放送法の4条かなんかの改正、2条15号の12号の改正で、携帯電話のなんか映像はその限りではないみたいな、そののが後からできたから、64条のやつは廃止なんか認めないみたいなのが第一審に出ました。要は、民法というのは全然強くない法律であるっていうのは皆さん知っておいてほしいんですよ。で、NHK の受信料の時効5年っていうのはこの民法の規定が適用されてます。で、民法を適用すると時効が必要になるんですよ。これおかしいでしょ。だって知ってる人は5年過ぎてるから、5年過ぎた分は時効援用するから払いませんって言えるけど、知らない人は払っちゃうんですよ。例えばうちで立候補した関さんのお母さんなんかも10年分の18万円ぐらい払っておりました。16万円か16万円払って時効があるのも知らなかったって言って怒ってました。うちの NHK 側はいまだに30万とか50万とかっていう20年とか30年請求書いまだに発送してるんで、で、知らない人はそれを一部でも払ってしまうと全部払わなきゃいけないっていうことになるので、特に支払い期間指定書っていうのを使って、過去の分はとりあえずいいですからこれから払ってくださいって、それに応じると時効の権利を失うということで、法律を知らない人が損をするような、今の民法の規定っていうのはやはり受信料に関しては変更すべきだっていうのが僕の考えなんですけど、これ反対意見ってあんまないでしょ。なぜ税金は5年で勝手に時効が援用されるかっていうと、やっぱり国対国民だから、それは国が悪いよと、5年間も請求せずに放置する国が悪いんでしょと。だから国民の方からいちいち援用しなくても、それは国や、これもちろん地方自治体にもあります。国税だけじゃないです。もう基本税金の時効って5年だと思ってもらえばこれは間違いないんですけども、そうすると NHK だってそうじゃないですか、租税効果の類でしょ。公の税金に限りなく近いお金なんだから、5年間 NHK が請求権を行使しなければ勝手に消滅するように放送法上では明記するのが当然だと思うんです。そういうことを皆さんが意見書として議会に出してもらいたいなと。ちなみに受信料の時効ってこの5年は最高裁で確定したんですが、ちなみに今年4月に民法が変わってるっていうのはみんな知ってます？大丈夫ですか？これ知らなかったでしょ？います？今年の4月1日から民法は140年ぶりぐらいの大改正をされてます。この時効のところは、知らなかった人はそれを勉強してくださいね。でこれまで20年とか10年とか5年とか、例えば弁護士費用なんか3年とかね、飲み屋の付けは1年とか、あれ全部5年になってます。1年に水道なんかもね、水道料金って2年だったんですよ。全部5年になってます。一般債権も5年になってます。いわゆる普通のお金の貸し借りですよね。友達に金貸して借りた、これも10年が5年になってます。で特例で裁判で負けたお金は10年のままが置かれてます。で NHK の受信料というのは、5年というのが皆さんご承知の通りなんですが、前までだから短期消滅事項なんですが、もうその短期消滅事項という言葉がだからなくなりました。1年2年3年5年というのは短期消滅事項で、10年を事項と一般的にはしたんですが、5年がもう消滅事項の基本になっているので、ただNHK の受信料というのは基本権と私文権というのがあって、基本的なそのお金を発生させる権利があるから毎月1310円という私文権というのが発生する。でこの私文権に関しては民法の旧169条が適用されると、5年が適用されるんですが、この基本権というのは20年で消滅するっていうのが書いてあったんです、前の民法。ところが最高裁はこの基本権については民法の適用がないという判決も下してます。もちろん僕がやってる裁判の中でやってます。ということは民法の適用がそのまま放送法に適用されるかってそうじゃないんですよ。だからこそ放送法には時効っていうのを明確に謳わなきゃいけないです。でもう一個あります。時効は、未契約者の時効ですよね。未契約者の時効って普通20年だと思うじゃないですか。この国の時効制度っていうのは時効よりも強い除籍っていうのがある。除籍期間、これ法律上の明文化って多分ほとんどされてないとかされてないと思うんですけど、除籍っていうのがあって、こっちの方が強いんですよ。時効というのは中断があるんですが、除籍っていうのは中断がなくて、大体20年経てばどんな権利も消滅するっていうのが除籍期間の考えです。20年間金払えと言わなければそれは知らんやろっていう、そういうことです。ところが NHK の受信料に関してはこの除籍期間を適用せず20年超えても金を払えというのが最高裁の大法廷が決めた判決ですので、これ非常に民法とは違うので、だから皆さんにとりあえずやってほしいのは5年の時効を放送法に盛り込んでほしいっていうのは多分一番通りやすいとは思うんですけど、予備的な知識としては、基本権の時効が10年で成立とか20年で成立しないとか、未契約の人の時効がいつまでも成立しないっていうような特別なものなので、ぜひとも放送法の中に時効消滅時効という項目っていうか条文を制定してほしいっていう意見書を出してほしい。どうぞ。はい。今当初おっしゃられたその消滅時効ということをその放送法に盛り込むことによって時効の栄養する必要がなくなるんです。栄養の必要がなくなるのと、もっと大事なのは請求できなくなる。そういうことですよね。だから今はその時効の栄養ということ自体もなんかこう司法書士で頼まないと営業できないようなイメージがあって、ちょっと面倒くさいようなイメージがあると思うんですけど、そういうのが一気に解決するというか、あとはその NHK の方も請求できなくなるという2つです。そう、これ請求するとある意味詐欺になる。故意にやったら詐欺になるので、だからそのぜひ国税通則法の72条を見てもらえばすごく分かりやすい。スマホとかで見れる人は国税通則法の72条、国税の徴収権の消滅事項って書いてるので、これをそのまま NHK、NHK、放送法で言えば NHK は協会って書いてあるんですけど、この72条の2項のところに、協会の受信料徴収権の事項については、その変容を要請する、またその利益を放棄することができないものとするっていうのを一文入れてくれたらいいんじゃないか。受信料の事項については変容を要請する、またその利益を放棄することができないものとする。これちなみに、その利益を放棄することができないっていうのは、事項によって利益を得るのはお金を払う視聴者の方ですから、その視聴者が放棄をすることができ、別に俺受信料7年払ってなかったから7年払うよって全然構わないですよ、今は。でもこの条文を入れてしまうと、7年分払いたいと言っても5年分しか払えないっていうことです。税金がそうなってるんだから受信料もそうすべきでしょということについて、ここをね、ぜひちょっと各議員さん、そして立候補しようとする人もこういう深いところを知ってることってすごく大きな武器になると思いますから、本当面白いですよ。地方自治をやってて、僕もだから船橋葛飾でやってましたが、地方自治法の99条の意見書を議論するって結構面白いでしょ、これものすごいやりがいがあります。もう市長とか区長が来ないんで、議会の中からまず執行機関が出て行ってくれってやるんですよ。関係ないから、その議員30人だったら30人、50人だったら50人の議員だけが残って、で提出した人が市長の席に座るんですよ。提出した人が質問を受ける立場になるので、自分たちの議会の場で提出した人が答弁者側みたいになって、で提出してない人たちが質問をしてくるっていう、それは各議会それぞれの決められた時間とかルールがあるので、非常にね、提出者になると本当に市長の気持ちが分かるというか、答弁者側の気持ちも分かるので。だからすごく議員としてはやりがいのあることだと思うので、ね、その賛成者の人に、賛成者の人と一緒にこう書いてくれるので、その僕が例えば提出者だとしたら、一緒に賛成してくれる人の名前をね、一緒に書いてくれる。もちろん、賛成者というか、その賛同者はいないと出せないので、だからここね、攻撃的に行くんだったら、各皆さんの所属している議会の自分以外の議員にダイレクトメール送れるでしょ、大体引き出しあるでしょ、郵便が来る、そこに何々議員へって言って、でこういう。意見書出したいんですけど賛同してもらえませんかって言って、入れて、もちろん直接手渡しで説明する時間くれっていうのが一番紳士的なやり方ではあるんですけど、それで時間をもらって説明をする。で大体先方もやりたいのがあるんですよ。意見書出したいものとか、意見書だけじゃなくて賛成してほしいものってあるんですよ、共産党とか公明党とか。だからその辺で、いや、じゃあここは賛成するから、こっちちょっと賛同してくれませんみたいな交渉を、ぜひ議員の方はいろんなやつがあると思うんで、でそこでね、この時効に反対、意見書提出に反対するっていうような人を、ある意味攻撃する方法もあります、ちなみに。この議員は NHK の味方をしてるみたいなことを。いうこともできるので、そこはまさにうちの党の発信力をちらつかせるのも一つの方法です。これはやれと言えませんし、あまりそれをやると軋轢が起こるかもしれませんが、皆さんのなんだろうな、力っていうのはある意味うちの党の発信力っていうのはすごいものがありますから。で今僕ね、それこそ二瓶文則君を脅迫したとかっていう刑事事件の被告になってますけども、あれは絶対無罪だといまだに信じてますけども、それはこの議員がこの法案に賛成しないということを皆さんが発信することも全然問題ないと思うので、そこは積極的に使えとは言いませんが、賛成しない人についてはどんどん発表していくっていうまあ、この人はなんか NHK にとって有利なことをやろうとしてる議員だってみたいなことを発表していくのも方法かなと思います。なぜああいうの共産党が反対するのか、僕も船橋はちょっと疑問以外に何もでもなかったですけど、でも意見書を作ってみて、それを議会でやってみて感じたのは、とにかく個人的ななんか思いで賛成反対を決める議員が圧倒的に多いなっていうのが僕の感想ですね。もう立花がやってるから共産党関係なく、思想関係なく、立花みたいなやつに調子乗らしたらあかんっていう感じで反対されたんじゃないかなと、当時は今振り返ってみればそう思いますけど。そう50人の中でどのぐらいの方が、自民党会派、船橋は自民党が4つに割れてるんで、割れてたんでね、6人会派の自民党の人を議長に投票するから、6人来てってなって、うち3人いたんで、9人で出してる。だから41対9ですよ。うちの会派3人と、自民党の会派6人と、足して9人で出すじゃないですか。で賛成の最終的に賛否を聞いたら41人が反対、それは共産党は意見は言いますよ。で他の党は何も聞かない、質問してこないんですよ。自信がないのか知らないですけど。で結局採決をしたら自民党の他の自民党の人や公明党、立憲民主党かなは全部反対したっていう意見。意見書を読んででその場であれ通告ないじゃないですか、答えるとき。だからそこがかなり知識を持っていないとその場で結構恥をかいちゃうというか。そうだから勉強してほしい。だから皆さんはそれが皆さんのお仕事だっていう前提がある。皆さんは法律の専門家なんですよ。もうこれは当選してる人は法律の専門家と名乗ってくださいっていうか、名乗ってもらえないと困るんですよ。だからそれぐらい皆さんは本来勉強をしてほしいというのが僕の思いで、強制するつもりもないし、ただ自覚はしてほしい。今日もね、なんか昨日かもう名前が出てるんで、千代君の、まあ、さっきも警察から電話が来てやってるんですけど、申告罪の告訴期限、だから被害届を出せるっていうのは6ヶ月なんですよ。で、6ヶ月ってどこから始まるかって皆さん分かります？それがね、ミスにあったら6ヶ月経ってるから、もう時効が成立してるとか、昨日出したからさっきミスに電話して文句言ってきましたけど、お前もうちょっと勉強せえと。それは記事を書いた日から6ヶ月じゃないですね。記事を見つけた日から6ヶ月でもないんです。記事を書いた人を特定できた日、まあ、知った日から6ヶ月です。それインターネット上で、だって知代っていう名前で書いてても知代が書いたかどうかって分からんでしょ、確定できないでしょ。だから知代が今民事訴訟裁判をして、民事裁判をして知代が自分が書いたっていう答弁書が出てきたんで、それで決まったんです。それが知った日なんです。これがもうだって検察が言ってるんだから、まあ間違いないでしょっていう話なんです。これぐらいある意味僕もそこは検事さんに聞いて初めて知ったぐらいなんで、少なくとも僕は知代だろうと知ってるんですよね。去年の末に書いてるのは知代だから。でも僕は知代の住所と名前を10万円払って買ったわけですよ、ネット上で。あいつ靴逃げまくってましたけど、それに対していろいろと言われてますけども、彼の住所と名前が分からなければそれは知れないわけです。選挙ウォッチは知代というやつが書いたって分かってる。それがいわゆる彼の本名があって、彼がどこに住んでるっていう、まあ、正確、少なくとも彼を特定する情報はそこで得れないので、彼が書いたかどうかも確認できないので、彼が最終的にそれを書いたことを認めた日が知った日、あるいは警察が IP アドレスからたぐっていって、知代君が書いたことを確証した日からということになります。法律ってね、ある意味難しいのがあって、これもね変わっていってるんですよね。例えば相続の放棄っていうのは、昔は死亡した日から3ヶ月でした。でも変わって死亡したことを知った日から3ヶ月に変わっています。で、さっきの消滅時効も請求できることを知った日から5年、知った日から5年、もしくは請求できるのが始まった日から10年だったらダメですよみたいなことが書いてあります。ちょっと横道にそれまくってるんですけど、できるだけちょっと法律を勉強していただいて、その各地方の方には消滅時効がもし意見書が通れば、ね、これちなみにどうなるかっていうと、宛名は衆議院議長と参議院議長と総務大臣になろうかと思います。さっき書いてた通り、国会あるいは関係省庁に書いてます。99条、地方自治法の99条、ね、国会または関係行政庁に提出することができるとなっているので、受信料のことですから総務省、総務大臣と、衆議院議長、そして参議院議長に意見書が出せます。で、この意見書っていうのは法的拘束力は一切ありません。これを受けたからといって国会が何かをしなきゃいけないとか総務省が何かをしなきゃいけませんっていうことはありません。ただこんなものが出てきて放置してたからそれはさすがにメディアが黙ってないでしょということになります。そもそもそういう意見書が通ると、少なくとも皆様の地方紙、地元の地方紙なんかは取り上げると思います。ということで、そういう活動をしていただけるとですね、非常にありがたくて、これがスクランブル放送につながってくるんですよ。もう同じようにこれもうNHK 見ない人には電波を止めるっていう法律を作ってくれっていうことを地方から言えるっていうことですよね。電話料金は払わなければ電話が使えなくなる。同じように NHK の受信料も払わなければ NHK の番組が見れなくなるようにするっていう。例えば受信料を払ってなければ「紅白歌合戦」の入場の抽選にも入れないわけですよ。「のど自慢」にも出れないわけです。このように明確に NHK も払う人と払わない人を区分してるわけですから、全然おかしくないと思うんですよ。だからスクランブル放送の実現に向けては、まず消滅事項の意見書を出すっていうところらへんの突破口からいけば変わるんじゃないのかなとは思ってますし、何よりも皆さんがすごい法律に触れること。それこそ宮君が言ってくれたとおり、相当勉強しないとこれ提案しても実際議会で皆さんのいわゆるライバルである他の市議会議員、区議会議員に質問されるんで相当勉強しないといけないと思うので、だからそういうところをちょっとさっき最初にやった生活保護と一緒で、僕たちがやってる仕事っていうのは法律を作る、条例を作るっていう本当に民主主義の一番重要なところの仕事をさせてもらってるっていうところをもう一度何て言うのかな、原点に帰ってもらってゆっくりその辺はやってもらえたらなっていうのが僕の感想です。ちなみにあれだよね、内閣参議院の法制局はあれだよね、最高裁の判決が出てるからいいなっていう。そうでしたね、はい、最近民法が変わって時効が5年になったので、実は数日前に参議院の法制局に NHK 受信料の時効5年後ですね、放送法に書いてくださいで、そういう改正案を作りたいですという相談をしたんです。で、そうしたら参議院の法制局から返ってきた返事が、最近民法改正されましたで時効5年になりましたので、おっしゃられる放送法時効5年に関しては法改正の必要はありませんという回答が返ってきた。だから、それを踏まえて今回改めて、いやそうじゃなくて民法の援用ではなくてそれを放送法に時効5年を書いてくださいということで改めて。そうですね。税局さんにはですね、国税通則法72条にあるように放送法でもそれを書きたいですっていうふうに送っていますので、はい、あらこれねすごいやりがいあるよ。これ皆さんが一人もし動いてその意見書が通って国の法律が一つ追加されるっていうかなれば、これはもう歴史に残るようなことだから、ぜひやっぱり市議会議員、区議会議員、国会議員、すごいやっぱりやりがいのある仕事であるっていう再認識していただいて、まあね、総会の時に言おうと思ったら、まあ、昨日、岡沢君も辞めていって、寂しい思いはしてるんですけど、僕は13人、実際辞めてるんですけど、この人たちに立法の仕事をしてる自覚が多分ないんだろうなっていうのは、すごく思いましたし。僕もこうやってクソ真面目に話したら多分すごく分かりやすく説明する多分一人者だとは思ってます。法律とかそれを実務でやろうとすることについてはね。だからそれこそ大橋君みたいに昔から僕も YouTube を見て知ってる人は立花がクソ真面目でちゃんと法律の改正の仕方とか全部勉強してるっていうのは分かってるとは思うんですけど、最近の人はそういうのが分かってなかったのかなと。かつそういう本当にやりがいのある仕事を皆さんは市民の方から選挙で票を得てという位置にいるので、ぜひ、幹事長も結構その辺は詳しいです。もちろん僕自身がそれなりに地方でもやってきてますから、全然その辺の質問はどしどし僕にいただければ、僕は基本的には暇です。議論もしてたし、なぜ暇にしてるかちょっとあえて暇にしてます。今は今このコロナの状況でなかなか何を言っても NHK の問題言ってもほとんど響かないでしょうし、コロナの問題の方でずっとウォッチはしてます。今日も、ちなみにこういうもう電話ちなみにめっちゃかかってきます。今日も厚生労働省の件で、連絡があって、厚生労働省のコロナの死者が、どんな死因であってもコロナの陽性で死んだって場合はコロナの死者とカウントしろみたいな通達が出てるそうです。いわゆるもうがんで死にそうですけど、コロナに感染したらがんじゃなくてコロナっていう、僕はそれはそれでいいんじゃないのとはちなみに回答しました。それはそれでいいんじゃないのっていうのは、だって一つの指針を出しとかないと数字はちゃんと取れないんで、例えば交通事故で亡くなった人っていうのはその交通事故があって24時間以内に死んだ場合に交通事故死とカウントするっていうルールがあるわけで、だからただなんかやたら厚生労働省とかマスコミはコロナが怖いものとしているっていうのは、そういうご意見なんかもいただきましたけども、そこは冷静にね、僕はコロナはそんなに怖い病気じゃないっていうのは一貫して変わらないんですが、ただやっぱ高齢者にとってめちゃくちゃ怖いので。今横でゆずか姫が倒れてますけどね、聞いてたらやっぱりすぐ治ってないですよね。直接僕話してないですけど、まだ1週間ぐらい飯の味がしないとか言ってるでしょ。もう今日で発病して9日目ぐらいでしょ。そういう意味では20代のゆずかがそんな状態でもしんどい病中っていうか状態っていうことを考えれば、そこまであんまり軽視する病気でもないような気もしているのは正直です。ただそれと経済とって比べたら経済回さなきゃいけないなとは、もちろんそれを恐れずに経済回さないといけないなとかと思いながらそんなことを研究しておりますが、なんか全体でありますか。ちょっと Zoom の人誰も喋ってないんで何かありますか。 Zoom じゃなくてもご意見とかこんなことしたらいいんじゃないかとかご質問、これを聞いてよし俺はどうぞ。さっきの意見書の話なんですけど、議会事務局の人って割と優秀だと思うんですよね。だからやっぱり議会事務局の人に割と相談するっていうのが一番早いと思うのと、いろんな例えば辺野古のことでもね、いろんななんていうの文章を持ってるっていうすぐ引っ張ってきてくれるんで、そういうのを参考にしながらできたということが結構ありますから、議会事務局の職員って皆さんの秘書なんで、国会議員は公設が3人つきますけど、地方議会っていうのはつかない代わりに議会事務局の職員がいますから、議会事務局の職員をとにかく自分の部下のように使うっていうのは大事ですよ。その基本が多分分かってない人もいっぱいいると思うんで、彼らは議員の仕事をするのがお仕事なので、一人に一人秘書がいるわけじゃなくて、議会事務局の職員は自分の秘書だと思ってもらえばやってくれるよね、これね。で、彼らやっぱりもともと議会だけじゃなくて市のいろんな仕事をしてる人たちなので、めちゃくちゃ優秀なので。そうです。地方の議会事務局の話はですね、私先日なんですけど、その日本政策学校というところで講演をしたんですね。で、国会議員として法律を作ってるっていうことをアピールしてたんですけど、その時に参議院の法制局使ってますっていうお話をしたんです。でそしたら、Zoom でやってたんですけど、ギャラリーの方に地方議員の方がいてですね、質問を受けたんですよ。地方議会に法制局はあるんですかっていうことを聞いた時に、私分かんなかったんで聞いたら、その地方議会の議員の人が、地方議会の事務局があるんです。だから、使えるかどうかはその議員各自の地方議員とその事務局との人間関係みたいなところはありますよみたいなところでした。そうだね。そうだね。人間関係は確かにあるよね。そういう意味ではね、私も法制局よく使ってますけど、議会事務局使ってもらうといいんじゃないかと思います。あと最近だと自治法99条の話に戻りますけど、消費税の減税について結構出てる、地方議会で意見書が出てると聞いたんですけど、そういうところあったらまた教えてもらえればと思います。そうだよね。だからちょっと現職の議員さんで、その意見書、うちの議会こんな意見書が審議されたみたいなのがある？ズームチームとかはない。そもそも99条の意見書の審議ってしたことない、しよったことがないのもあるやんな。一番長いのでしょ。しよったこと聞こえへんの、どうしたらいいの。ミュートは解除されてるけど、しよったこと声聞こえへん。聞こえへんな。残念やな。どうしよう。しようとか電話しようか。今でも伊藤君がやってくれてんじゃん。伊藤君頑張れ。ちょっとじゃあ塩田君は後にして、誰かいない？誰か現職の方で99条やったこと、意外に誰もいないのか。99じゃなくて大橋君ないの？ちょっとおかしく待って、遠藤さん喋ってください。聞こえるかな。遠藤さん手挙げてるけど、遠藤さんの声も聞こえへんな。多分ズームの人がこっちに声入れへんなってるね。だからさっきからズームの人が喋ってても聞こえへんから、俺が無視してる状態になってんちゃう。幹事長も喋ってる声が聞こえない。喋ってる顔は映ってるけど、ミュートは切れてるけど聞こえない。俺やってるの分かってるけど聞こえない。ちょっとじゃあ大橋君何かある？ちょっとごめんなさい、ズームの方大変失礼しました。音が出てない。最近では核兵器禁止条約、日本において以上ありました。それは市民から、市民からやったら陳情ちゃうの？陳情請願の類じゃん。いや、それからスタートがね、共産党の方が請願。ちなみに陳情請願の多くは意見書の提出なんで、順番に言うと、だから地方議会に求められるのは地方の99条の意見書を国に出してくれなので、陳情や請願の中身について、99条に基づく意見書を出してくれという陳情はめちゃくちゃ多いです。もちろんね、テニスコートの使用料金を安くしてくれとか、陳情来るんですよ。請願とか来ますよ。ここにもっと公衆トイレ作ってくれとか、犬猫もっと殺してくれとか来るんですよ。実際来るんですよ。ちなみに犬猫殺せって。糞とかするから、犬猫殺処分ゼロとかいう議員はなんとかしてくれとかで、猫は特に殺してもらわないと糞害がすごいんだみたいな、音がすごいからっていうお願いよりも、圧倒的にそういう国に対して何々市議会は意見書を出してくれっていう陳情がある。どんなやつなんですか。羽田の新ルート、羽田空港の機能強化と地域の良好な住環境の魅力を求める意見書。それどっちの意見書？空港新ルートをやめろ、それとも新ルートやめろまで言ってないんですけど、ちゃんと、エビデンスをもとに、見直してほしいというようなものだと思います。市民の関心をこの変更、新ルートの、制定後、ここまでは書いてない。ちなみにこれ、それどっから出てきたの？その陳情請願、それとも意見書です。いや、その意見書を出せっていうのを最初に作ったの、はい、自民党です。自民党によってね、それどれぐらいの賛成？全会一致じゃない？全会一致じゃないですね。結構まあいわゆる、自民が出したら公明も賛成するからね。賛成多数で可決でしょ。まあよく意見書はでもどうなのかな。まあ公明党なんかも全国一斉にやるからね。でこれまだ直ってない。喋られへん。ズーさん来てないでしょ。残念。どうしたらいいの？これ電話してもらって喋ってもらうしかないかも。そうなると翔太君ここへ電話してくれる？07040274483、これでスピーカーでやったりちゃう。すごいよ。はい、これね、これね、基本的には自民党が提案して残っている意見書っていうのが多いですね。それ例えば前の新座市とかってなんかなかった？出してくるよね。で、潮田君自身はその意見書自体、意見書の提出の議案で出したことない。いわゆる意見書の叩き台を作った経験はないということね。仕事しや。そうそう。いやいや、まあ了解、翔太君が一番やってる可能性が高いかなと思ったんで、了解です。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっとこれでもこれだけは見ていただきたいのが、この時の共産党っていうのは結構党がこういうのやってくださいっていうのを出してでも光一緒にやるので、まあ一つのやり方が一点にできると効果は結構あったのがするので、ぜひやりたいと思います。そうですね、今まさにその通りです。これね、公明党共産党は本部から直接もう各全国の700万1500万の自治体にこの意見書を出せってやるんですよ。これだからその勉強するために公明党の人たちは大体行ってるんですよ。毎回行くんですね。だから本部からの指示があるんで、だからまあ本来は本部からの指示があった方がやりやすいっていう案件であるのは僕は分かった上で、ここであえて出してるのは誰かやれよと思ってるだけの話。誰か一人が叩き台作ったらその文章をそのまま使えるっていうことにでそのやってる人が中心になって勉強会開いてくれば最高かなって感じです。あ、翔太君、翔太君の意見、最後のあれは特に参考になりました。ありがとうございます。はい、はい、Zoom で喋りたい人、遠藤さん、電話ください。070-402-4483。070-402-4483。どうも。お疲れ様です。はい。職人と同じで、自民党が数。そうじゃなくて、意見書を出したとしても、大体握りつぶされてるというか、却下されちゃうんです。で、意見書を消費税 5% の減税、コロナの影響で、そういうのを出す気になったんですけど、意見書じゃなくて、交渉っていう方法もありますよって、2回ちょっと言われて、弱っ。そのいわゆる12分の1以上に意見書を出してね、それを否決したという事実を宇都宮市民にしてもらうことが大事であって、戦うことが大事であってね、その何もだから可決されないから出さないっていうのが一番まずいんじゃないかなっていうのはね。はい、まあ助けはあるんですけど、あと貯金が3人ぐらいだった。45人だと10人で割るから4人か。いやでも会派関係なく、だってあれでしょ、無所属の人と他にいるんじゃない？いやだから無所属じゃなくても全然その。どこの政党にも所属してないような人とか、維新系とかいるでしょ。そうだから1人会派の人と2人会派ともう1人集めたら検証は出せる。だからそういう時に使うのが、その時に使うのはさっき言ったようにその議長ポストでどうのとかさ、なんかそっちのある時には OK するよみたいな交渉ができたらいいんだけど、まあ過半数取ってたら意味ないよね、自民党がね。だから言ってるのは上程できるんじゃないと思って、上程いわゆるその議題に挙げた上で否決されるのと、その上程せずに何もしないっていうのは全然、間に合うでしょ。いや、それはもちろん分かってる。それはもちろん分かってて、それの今日のだからこういうことを本来するのが議員の仕事ですよっていう、総会の前の今日勉強会なんで、そういうのをやる。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。これまだ粒直ってないと思う。後ろ消えた。なんか Zoom の人で喋れた人なんか出るって電話してきて、これでいいやなって言ったら、聞こえてるやん、これめちゃめちゃ原始的やけどね、Zoom の意味ないじゃんみたいな。手上げなくていいんで、なんかよかったら電話ください。070-402-4483です。まあ、5時から総会しますが、もしなければ30分ほど休憩入れようかなという感じです。お、出ました、片本。はいはい。これさ、ポッと押し出すとスライドとあるのが出ないの同じで。はい、ご苦労さん。はい、はい、はい、生活保護の件です。どうぞ。はい。生活保護を受けられそうな方で、はい、先ほど請願されたら、陳情とまた強さが違うっておっしゃられたと思うんですけども、うん、議員の方がその地区の近くにいない場合で、出すのが難しいじゃないですか。そうだね。はい、そういう場合はどうしたらいいのかなと思って。いや、これはね、どうしたらやるね。まあ当然その市の市議会議員じゃなくても。別に生活保護って請願とかっていうのは例え暮らしだけなんで、はい、NHK から国民を守ると次の例えば八王子市の市議会議員を目指しているものですとかっていうのも全然ありやと。それが別に八王子市じゃなくても、はい、全然関係のない青梅市とかでもその、はい、なんだろう、結局市役所の人ってマークに誰がついてるかってめっちゃ聞いてくるのよ。その生活保護を受けようとする人って基本的に弱いから、はい、騙そうとする部分は結構あるのよね。うん、だからその後ろに口頭の担当者がついてるっていうのを出すだけで全然違うと思うけど、はい、それ引っ張られにくいってことですね。だからまずその生活保護をもらおうとして却下されてる人には NHK から国民を守ると相談してますよっていうことは言ってもらうのがまず一番なので、うん、NHK から国民を守るとかコールセンターで相談してますよとかっていうことを出すだけでも違いがあって、でそれでも本当に理不尽に生活をもらえないということがあれば、それは別に俺でも浜田も言ったらよけで、そうそう、それはそういうことよ。だってあまりにも理不尽だったらね。ただ大方はその受けようとしてる人のわがままはすごくある、はい、うん、でもそのわがままを受けるんだから共産党が公明党、だって有権者様々やもん。でうちの党は俺はそこまではやらへんかな。本当に困ってる人っていうのはやっぱり頑張ってなんか生活保護もらっていいのかなみたいな人を救いたい。なんか積極的になんか権利ばっかり主張する人はあんまりいないかな。そうですね、先ほど申し上げたように引っ越しして引っ越ししたりして家族を建てる人みたいな。そうなんです。引っ越しがだから例えばまあ、うちで言えば石岡君なんかそうなんだけど、まあ、彼はある市っていうか相模原市か、相模原市では選挙通らないから横須賀市に行ったわけよね。そこで仕事を探すために、まあ、ある意味選挙に出て落選したからっていう目的があって言ってるから、それは全然いいと思うのよ、うん、だからそういう前向きな考えの引っ越しは全然応援するべきだと思うけどケースワーカーがうざいとかそういうの結構あるのよ、はい、ちなみにケースワーカーでみんな分かる？生活保護を受けると市の人が来て「どうですか？」とか聞いてくる人がケースワーカーです。小川さんのケースワーカー、小川さんもそうですよね、はい、いやだからいろんなことをね相談してくれる、持ってくれる人をケースワーカー、まあ、もちろんその人は厳しいこと言うからね。まあまあ、まあ、そんな感じでぜひとも生活保護を守るっていうことよりも生活保護を受けることに躊躇がある人なんかもできたら永遠に生活保護を受けろっていうわけじゃなくて、今コロナの時にはっていうような感じのね、そういう範囲の人をやっぱり救っていかないと。わがままな人を救い出したら多分どうしようもできないと思うんで、そんな感じですね、はい、うちは別に票が欲しいわけじゃないので、はい、はい、そんな感じで考えてます。はい、はい、うん、すごいね、過去の見たら若い子が。あとはでも年齢引き下げとかもいいんじゃないのかな、本来は。いわゆる非選挙権引き下げっていう地方自治会、意見書に聞いてて、70代のじじいとかやっぱおんねんよ、地方その市議会、区議会の方で、公務員の定年が63歳とか65歳って言ってんねんから、若者、まあ18歳か20歳かって微妙だけど、少なくとも20歳から25歳は選挙、いい選挙権があるのは当然だと思うんだけどね、その辺の意見書みたいなのもやっぱり出してくれたらいいのかなと思うけどね。で、当時の誰かがひな形作ったらそれを使えばいいわけだよ。別に党本部が作るっていうよりも皆さんが作ってそれを共有するが最高。まあそのためにね、払ってる人全員じゃないけど10万円ずつその政党助成金を配りしているものがあるので、もちろんそのために弁護士とか使うのは全然皆さんの政務活動費に使えるので、ぜひ有効に使ってもらえたらな。これで Zoom の声と相変わらず聞こえない。まだ伊藤君がこうやって頑張ってるってことで聞こえへんそうですね。どうぞ。はい、いいですか。前回の総会でも最後にね少し話したんですけど、丸山穂高議員から政策の募集に関してのお話です。まあ、私の意向で、まあ、政策よりも法案の募集ということで、募集をしてます。で、まあ、おかげさまでまあ、この募集はですね、一般の方から募集をしています。もちろん党員の方もですね、何人かいただきました。まあ、メールにして100通ほどで、まあ、1つのメールに複数の法案もいただいているので、まあ、100通以上法案募集いただいております。で、まあ、私の方でですね、少しずつですが参議院の法制局に相談をしておりまして、おります。で、まあ、それをここで少しだけですね、ちょっと、まあ、法案の名前だけなんで、まあ、そんな時間かかんないと思うので、それを少しずつここで公表させてもらおうと思います。まあ、本来ちょっとパワーポイントを使おうと思ってたんですけど、今使えないみたいなんで、まあ、うちだけでできます。で、ここでは16法案ですね、今参議院の法制局に投げかけておりますので、それを言っていきます。まず1つ目は NHK 滞納受信料5年関する先ほど話になったやつですね。はい、で、もう一つが、2つ目、非選挙権引き下げ、これ公職選挙のやつですね。まあ、これはこれ参議院の法制局からも回答いただきまして、いろいろと興味深い議論が観点いただいています。これについては参議院の法制局からいただいた回答については私のブログにありますので、また適宜見てもらえたらと思います。で、3つ目、そうですね、これも地方議会なんですけど、今度は居住要件撤廃についての公職選挙法改正案になります。で、4つ目、今度はですね、クラスター感染拡大防止のためですね、いわゆる夜の街などのキャバクラとか風俗店とかで利用するときに個人情報取得を義務付ける法案というのを提案しています。これインターネット上でもあったんですけど、はい、ね、旅館とかホテルとかも泊まる人に個人情報を獲得してですね、してるように夜の街でもそれをすることで、まあ、感染がもし拡大したときに追跡できるようにというのが目的になります。まあ、これ新型インフルエンザ特措法で改正案として作ってみようかなと思っています。5番目スパイ防止法です。これもね、スパイどう定義するのかなど、まあ、いろいろとあります。難しい点がありますので、参議院法制局と今後相談です。次ですね、ちょっと難しい、そうですね、次、報道において推定無罪を遵守させる法案、これも法制局に相談中です。次、月額課金サービスの契約期間を上限設定、毎月課金されるものなんですけど、これ、ほっとくと永久に課金されちゃうので、これは自動更新する際に確認を義務化するようなものは、これ、インターネット、一般の方から提案いただきました。次、9つ目ですね。お金の勉強を学校教育で義務付けるという法案、これも一般の方から提案いただきました。次ですね。そうですね。で次、これさっきの話でもあったんですけど、無許可廃品回収者を厳罰化する法案、はい、これもう現時点でないみたいなので、それを罰をつける法案をいただいてます。はい、11個目、16個あったうちの11個ですけど、次、地方自治体の首長さん、これ在任中の他の政治職への立候補に制限をかける法案、言ってみれば小池百合子さん、東京都知事にですね、ある程度任期出ないと国政選挙に出られない、そういった法案をイメージしてもらえれば、例えばね、任期4年のうち2年出ないと、任期途中で投げ出して国政選挙で出られない、そういった法案になります。次です、司法プロセス可視化、司法プロセスにおける人権保護に関する法案、これ、籠池さんが警察捕まって拘留されて、いろいろとひどい目に受けた経験もありまして、それを司法プロセス可視化することで人権保護するっていう法案になります。そうですね、検察審査会を国会において、それ国会議員で検察審査会を開くという法案、それは大事、でも2年前から自民党にやってほしいな。あとは警察官職務執行法2条の改正案で、これは何かというと、そうです、職務質問の時なんですけど、職務質問の要件として警察官職務執行法2条で職質出てくるのがやばい。警察手帳を相手方に見せるということ、あと緊急の場合を除いてなぜ職務質問をするのかっていうのを具体的に説明する、あと職務質問を終えたらどのような問題があったのか、あるいは問題がなかったのか、それを職務質問した人に警察官が説明するなどを全国共通ルールとする、こういった感じの法案をいただいています。はい、とりあえずちょっといくつかはしょっちゃったんですけど、とりあえず以上です。こんな感じで法案ます。応募はこの数倍来てますので、ちょっと頑張って。でもこういうのもうちの党の公約に入れていくのも一つの方法なのかなって気をするけどね。やっぱり面白い気分だね。今党の NHK 問題以外は直接民主制っていうこともあったんですけど、このように広く意見を受け入れてやっていくっていうのも一つのやり方かなと。ということで応募。東君から Zoom が OK が出たので、坂谷としゃべって。坂谷君、ミュートを解除しようと一生懸命動いてるのが分かる。佐藤恵里ちゃん、ガロになってる。誰かミュートの解除の仕方が分からへんみたいな。なんていうか。じゃあとりあえず5時まで休憩にして、5時から総会ということにさせていただきます。一旦休憩します。あ、今日ほんで麻雀する人おる？